メインは月にあるクレーターであり、月の北極点の近くに位置する。1858年に英国天文学会ゴールドメダルを受賞したイギリスの天文学者ロバートメインにちなんで名付けられた。メインの南の周壁はチャリスと合体しており、メインとチャリスのクレーター体が連結している。メインの北北西にはジョイが位置する。メインのクレーターは 溶岩で覆われており、三つのクレーターが付随している。メインの輪郭は円に近いが、西側と北東側の周壁が外側へ膨らんでいる。メインの底面を覆っている溶岩は、南のチャリスにも広がっている。メインの周壁の傾斜は、非常に緩やかであり、クレーターの外側とほとんど同じ高さである。東側の周壁には、小さなクレーターがご案のように位置しており、 西側の周壁はほとんど消失している。メインのクレーター堤もまたクレーターの外側とほとんど同じ高さであり、メインのクレーター堤の南西から北東にかけて多数の微細なクレーターコンが連なっている。メインに中心球は存在せず、特筆すべき丘も存在しない。メインのごく近くにある小さな無名のクレーターについては、 アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。